暑くなるのが早くなったので、その分夏バテを訴える方は、今日の外来なんかも増えてまいりましたね。照りつける強い日差しに汗と湿気で肌はべっとり、嫌な蒸し暑さが続きます。そんな中、名古屋に本社を置くリンナイが行った夏バテに関する意識調査によると、夏バテを感じたことがある人のうち4割近くが6月から7月前半までに感じたことがあると回答しました。名古屋の街でも聞いてみると、あんまりご飯が食べれなく小食になったと思います。昔は夏休みくらいっていうイメージがあったんですけど、今は6月の中旬くらいからかなとは思います。休みの日の日中とかは家の中にいてもすごい暑くて 行動力がそがれるなっていう感じはあります。なんか寝てもあんまりちゃんと寝れてないような感じがして。昔に比べて夏バテになる時期、ちょっと早くなったんじゃないかなとか、そういう時思間いまは。す。やっぱり昔よりは暑くなる時期も早いので、ちょっと大変だなって思いますね。多くの人が夏バテが始まる時期は早くなったと感じているようです。愛知医科大学病院の天気痛ドクター、佐藤淳医師に聞いてみると、2月ぐらいから早く季節が先取りのような感じで気温が高くなってきたことと、やっぱり湿気が早く体に応えたっていうことだと思います。夏バテを防ぐためにはやはり汗をかけなきゃいけないんですけれども、水分の量がやはり周りの湿度が高いと減ってきますので、体の中に熱がたまりやすいということがあるんですよね。本格的な夏が来る前に夏バテを感じる要因の一つは、梅雨の高温と多湿により自律神経が乱れるからだといいます。また近年は6月でも気温が高くなる日が多く、夏バテの早期化につながっているのではないかと指摘します。一番は体が重だるいとか、頭がぼーっとする、それから食欲が落ちている、人によっては下痢をしたり便秘をするっていう方もいらっしゃいました。その他、夏バテの主な症状として熱っぽく感じたり、頭痛やめまい、やる気が出ないなどといったものがあります。夏バテを感じたとき、皆さんはどうしているのでしょうか。夏バテにならないように気をつけていること、対策を取っていることはありますか。やっぱり、ね、水分とかはもうちょっと意識しては取ってます。水分を取るようにはしてます。お茶ですね、お茶。じゃあ、水分を取るようにしているという人が多かったのですが、正しい水分の取り方をしないと逆効果になることもあると佐藤医師は話します。お水を飲むってことは大変重要です。ただ、あまり汗がかいていない時に経口補水液をガブガブ飲んでしまうと、塩分や糖分を取りすぎるってことになりますので、お家の中にいる場合は他の方法で体を冷やして、経口補水液やスポーツドリンクを飲みすぎるといけないっていうふうに言われてますので、そのようにしてください。あまり汗をかいていない状態で、糖分の入った清涼飲料水やスポーツドリンクを連日大量に飲み続けると、血糖値が上昇することもあるので、特に基礎疾患がある人は要注意。500ミリリットルのペットボトル飲料に含まれる糖分の目安は、スポーツドリンクでスティック酒がおよそ9本分、リンゴジュースでおよそ20本分、果実食の炭酸飲料でおよそ22本分となっています。夏バテを効果的に予防するには、水やお茶をこまめに飲むことが大切です。私がおすすめするのは麦茶ですけれども、やはり麦茶っていうのはミネラルがたくさん入っていますし、そしてカフェインがないですので、年齢を問わずたくさん飲んでもあまり問題はないというふうに言われてますので、水か麦茶をおすすめします。